はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。今日は香港の国家、今日一応撮ってるのが6月の30日なんですけど、香港国家安全法が可決されましたね。中国の方で香港の国家安全法が可決されたということになります。で、一番大事になってくるのは何ですかっていう話になってくるわけなんですけど、第一列島線っていうのを皆さん覚えておいてください。はい、第一列島線っていうのをしっかりと覚えておいてくださいということです。で、第一列島線が要するに突破されてしまうということになると、第一列島線を突破されてしまうと、次第二列島線を要するに、第二列島線のところまで要するに中国艦隊が進出してくる、こういう状態になってくるんです。で、これ非常に問題なのが、第一列島線を越えて第二列島線まで進出されてしまうと何が起こるかってことなんですよね。何が起こるかっていうと、日本に石油が一滴も入ってこなくなるってことです。はいはい、簡単に言うとそういうことです。はい、もちろんね、第一列島線を越えられて第二列島線を越えられたとしても、アメリカのシェールガスとかその辺のがあるんで、日米安全保障条約とか、日米安全関係安全保障条約とかあった場合に関しては、まあ、要するに、石油の輸入であったりということはできるんですが、今アメリカの状態でしょ今アメリカの状態なんですよ。で、コロナは、発生している、なんか知らないけど、銀行を破壊している集団がいる、そういう状態に今なってるということなんですね。したがってアメリカに 100% 頼れるっていうふうに思っているのはかなり楽観的すぎるということなんですね。はい、かなり楽観的すぎるということになるんで、自分たちの国は基本的にまあ自分たちで守らなきゃいけない。これ当たり前なんですけどね、こんなことぐらい。はい、ということなので、こういう感じになってくるので、イメージとしてはここだと思っておいてください。日本が、基本的には戦争を避けたいんですよ。はい、私も戦争したくないですからね。中国みたいな大国と戦争なんかしたくないですよ、はっきり言うんですけど。はい、なんですけど譲れない一線っていうのがどうしてもあって、譲れない一線っていうのはこれはまあ日本人としても腹くくらなきゃいけないよ、いうところがあるんですけど、くくらなきゃいけないのは、第一列島線だけはこれは要するに譲れないんですよね。例えば台湾の要するに落ちました、沖縄落ちました、尖閣諸島落ちました、だからこれは要するに第一列島線っていうんですけど、第一列島線これ確か海軍の自衛隊とか防衛白書にも載ってるはずです。で、この第一列島線を要するに相手方に取られてしまうと、もう潜水艦バンバン入ってる。で、潜水艦バンバン入ってくるってことは、日本の商船とか片っ端から撃ち落としてもいいっていう状態になってしまうんですよ。だから第一列島線を要するに突破されてしまうと、全面的に要するに日本が要するに存続ができるかどうかっていうのが微妙な位置になるということになるんです。で、ここで思い出してほしいのが、実は集団的自衛権っていうところになるんですけど、集団的自衛権のところの解釈をきちんと読むと、ああ第一列島線のこと言ってるのかなっていうふうなことが大体わかるんですよ。これよく勘違いしてるんですけど、集団的自衛権って韓国には出ていかないですからね。例えば北朝鮮が韓国に要するにミサイル撃った時に、日本は要するに集団的自衛権の行使を発動するんですかって。いや、集団的自衛権ちゃんと読んだかお前っていう。解釈会見見たかっていう話に、政府解釈見たかってことですね。はい。まあ、旧約不正の侵害行為があって、かつ、避けうる代替手段が存在しない場合、かつ、本国、日本国に対して、直接的な要するに攻撃など、存立を脅かす事態が発生した場合においてのみでしょ。ということなんです。で、自国の存立を脅かす事態っていうんで、韓国が例えば北朝鮮からミサイルバンバン撃たれましたとか、中国から要するに韓国のところに要するに、侵略されましたからって言って、それが直ちに日本国の存立を危ぶむ機会になるかと、これならないんですよ。で、もう一つ言うとね、韓国に要するにね、日本がね、陸上部隊を送るっていうのはね、愚の骨頂ですよ。何の艦隊を送るんですか。北朝鮮と韓国で、まあ、想定がまず意味わからないですね。北朝鮮と例えば韓国が要するにやった時に、日本が強いんで海上部隊ですよ。陸上じゃないですよ。で、陸上部隊って専守防衛で、日本国の間でどうやって相手が戦争してきたら防御するかってことをずっと研究しててですよ。韓国のところに行って北朝鮮を撃退するって言ってる時点で、もう国防しまんのかなとか思ったりはするんですけどね。はい。だからまあ、基本的には集団的自衛権が発動するという状況になる場合っていうのは、基本的にはここなんですよ。ここの有事が発生した時に台湾との間で、集団的自衛権が発動するかどうかっていうと、ここだけがポイントなんですね。はい。
この時に皆さん考えてもらうと、台湾と中国の戦争に日本が巻き込まれるとかアホなこと言わんといてくださいね。当事者です。はい。台湾と中国で戦争が起こった場合、これはもう当事者としか言いようがないよね。もうこんなん別に台湾が落ちたって言って、高みの見物だわって言え、高みの見物できひんちゅうじゃない。ね、台湾にミサイル基地なんか作られた日には、そうでしょ、台湾が占領されて台湾にミサイル基地作られた日には、もう九州なんて、目と鼻の先にミサイルボンボン撃ちたい放題ですよ。いや、それ大丈夫なのかって話ですね。はい。ということになる。だから大阪とかあの辺も全部一帯が要するにそのすぐ攻撃の射程範囲に入ってしまうんで、正直だからそれはダメですよということになるんで、ここがだから皆さんこういうのだから香港の国家安全法はどういった問題があるんですか、これはまた別の動画で話しようと思います。まあドルペック制とか、香港を迂回して要するに中国に対して直接投資をするとかで、中国から要するに輸入輸出の関係があるということなんです。だから香港の国家安全法が要するに可決されたこと自体も日本にとって大きな影響、日本にとってはというか世界にとって大きな影響なんですけど、それ自体は別にそんなに大した影響性はないですよと。はい。それは輸出輸入の貿易の要するに関係の仕事に携わってますって言ったらそうですけど、別に日本貿易立国ではないので、はい、日本貿易立国とかわけわからんこと言ってる人いますけど、日本貿易立国ではないですよっていう、はい、ということになるんで、まあ、香港自体のことが、まあ、日本の要するに安全保障という面ですね。経済的にはかなりでかいかもしれませんが、安全保障という面で、大きな打撃があるということはありません。はい。ですが、これは明日は我が身なので、明日は我が身なので、はい。台湾に、台湾に対して攻撃範囲を加えてくるか、もしくは尖閣諸島に対して攻撃を仕掛けてくるか。はい、沖縄に対して、攻撃を仕掛ける。俺一番可能性でかいのはこれだと思うんですよ。これだと思うんですよ。はい。尖閣諸島が、攻撃仕掛けてくるかなという感じにはなるんですね。はい。で、尖閣諸島の頭を取ると、要は台湾を結構落とし込めるんで、台湾にプレッシャーかけることができるということです。で、尖閣諸島で日本が見送ってしまうと、多分尖閣取って台湾要するに挟み撃った状態なんですね。で台湾挟み撃ちみたいな状態になるんで、台湾落とした後、その沖縄であったりっていうところに対してプレッシャーをかけるっていうふうな戦略を取るんだとしたら、まあそうかなということですね。はい。ということですね。はい。まあね。まあ日本人はね、75年間ね、平和を維持しようというふうにね、保ち続けたわけなんですけど、ひょっとするとその均衡が破られる事態っていうのが、ね、発生するかもしれません。いうことですね。はい。ということです。では皆さんね、前回も、だいぶ前にお話ししましたけれども、J アラートはしっかりと見ておいてください。いつ、何時、どこからどんな攻撃があっても自分の身は自分で守ると。ですか。いつ、何時、どんな行動があったとしても、自分の身は自分で守る。で、皆さんは最低限警察白書と、警察白書と防衛白書ですね。これぐらいは読みましょう。はい。これをしっかりと読んで、自分の国は自分で守ると。で、自分の身は自分で守ると。自分の家族は自分で守ると。ということは、まあ、しっかりと頭に入れておいてほしいな、というふうに思います。はい。まあ、私が狼少年であることを望みます。はい。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。